市村一郎君委員長、市村一郎君日本維新の会の市村光一郎でございます。私は党を代表して、令和3年度一般会計補正予算第1号ほか1案について、反対の立場から討論いたします。本補正予算は、本来、コロナ禍で縮小した日本経済を有効性が高い手法によって向上させるものでなければなりません。 困窮者への支援策につきましても、本当に困っている人々や世帯に対して実施されなければなりません。そうした意味で、政府の補正予算案は、見出しだけ立派で、中身は球体以前、本当に国民が望んでいる内容になっていないと断じざるを得ません。子育て世帯に対する10万円の年内一括現金給付を遅きに失施したとはいえ、認められたこと、 大阪市の松井一郎市長をはじめ全国の市長の皆様の声に応えられたことは英断であったと評価しています改めるにはばることなかででございますしかしそもそも子どもの年齢や親の所得で壁を作るそれも納得性の低い公平性な不公平な線引きをすることには違和感しかありません この中で国民の皆さんが外出を控えることにより消費が減少しました経済を活性化させるためには公平性の高い方法で国民に広く消費を促すことが必要ですそうした観点から日本維新の会は消費税率を5%に減税する消費税減税法案を衆議院に提出しましたこの法案こそが政府提出の 補正予算案に対する私たちの対案です言うまでもなく消費税は国民の消費活動に大きく影響します日銀当座預金のうち政策金利残高にマイナス0.1%の金利が適用されさらなる金融緩和措置が取りにくくなっている現在消費税率を引き下げるという政策手段は経済を再生させるための 最良の政策であります日本維新の会としましては、政府の補正予算案に反対、また立憲民主党提出の動議、国民民主党提出の動議にも反対であり、消費税の減税こそが国民に対して広く恩恵を行き渡らせ、公平な形で経済を活性化することができる。 今こそ必要な政策であると強く主張し反対討論といたしますご清聴ありがとうございました次に